皆さん、マイロ、ニューヨークでビール飲むりやってるヨシです。Hello everyone, I'm Yoshi, a beer only in New York. はい、本日はですね、ヨシズビール第7弾をレビューしていきたいなと思ってるんですが、前回の動画でも言ったようにですね、瓶詰めの時にですね、少し良くない香りが上がってきたので、もしかして、失敗しているかもしれません。現時点ではわかりません。ただ、皆さんは多分ご存知だと思います。なぜならサムネイルに多分上がってると思うんで。おそらくその匂いの原因というのが、3つぐらいありまして、1つは、ニューヨークがすごく暑すぎまして、2週間ぐらいすんごい暑い日が続いたんですよね。なので、ちょっと発酵がちょっとおかしくなった。もしくは、僕の、サニタイズ、殺菌とかですね、そういうのがしっかりしてなくて、インフェクションしてしまった可能性。もう一つ。それからもう一つが、初めて使うイーストを使ったんですよ。今まではずっと粉状のイーストで、それをパパパって振りかけてたんですけど、今回は、固形のイーストなんですけど、ある程度の温度の水で溶かして、それを入れるというイーストを使ったんですが、それは初めて使ったんですよね。なので、そのやり方がまずかったのか、いずれかだとは思うんですけど、ちょっと開けてみないとわからないんですけど、とりあえずやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。それでは飲んでいきたいと思います。さあどうなってるんだろうな。ちょっと香りが悪いな。泡立ちはいいですね。セディメントあるな。そうですね、色は、少し白濁した、茶色、オレンジ色といったところでしょうか。で、香りの方がですね、香りがですね、この少し段ボールとか、ペーパーとかの香りが少し上がってきてるんですよね。で、泡は、そこそこいい感じの泡で、きめ細やかでいいと思います。それではいただきます。乾杯。どうなんだろうか。あまり美味しくはないですね。ただ飲めないこともないかなというふうには思います。そこまで悪くはなかったんですけど、前回作ったそのナショナルホームブリューコンペティションに出したビールが僕の中で一番美味しいと思ったビールなんですよ。ところでその採点結果というかそのフィードバックが返ってきました。両方とも2人の採点が返ってきたんですけど、フィードバックが返ってきたんですけど、2人とも5スター中3スターというふうにつけられてて、2人ともに言われたのが、フェノルっていう、ビールの香りがあるんですけど、ちょっとスモーキーな感じのビールとか、少し変わったクリーミーなテキスチャーと、変わった苦味があるって書かれてたんですよ。僕自身それは、そばから来てるもんだと思ってるんで、そこまで気にしなかったんですけど、今回のこのビールは、ただ全体的にすごく薄いのと、そこまで蕎麦の香りも上がってこないし、味も上がってこないし、苦味も上がってこないし、なかなか難しいな。これは多分ね、おそらく専門家の方に飲んでもらわないとなかなかわからないとは思うんですけど、思ってたほど悪くなかったんでちょっと安心しました。これだったら一人出しても大丈夫かなというふうには思います。ただ一言ね、付け加えてあんまり美味しくないよって言わないと、あれかなっていう気がいたしますね。で、そのフィードバックが返ってきた時に言われたんですけど、コルシューはやめた方がいいんじゃないかってちょっと一人が書いてたんですよね。そばに合わせるにはコルシューはやめた方がいいよとは直接書いてなかったんですけど、コルシューじゃなくてもいいんじゃないかというふうには書かれてたんで、今度作るビールはもう決まってます。IPA にグリーンティーを混ぜようと思ってます。それはもうちょっと僕がやりたかったことなんで、それを次作ります。その次にまたそばに戻るんですけど、その時はもうちょっと違ったケルシューじゃなくて違うスタイルでやってみようかななんて思っています。ちょっとね、酸味もあるんですよね。この酸味はどっから出てきたのかよくわからないんですよ。なんか自分自身あまり納得できてないのと、ちょっとこの香りがあまり僕は好きではない。まずかったら全部捨てようかなと思ってたんですけど、そこまでのまずさではないので、おそらく完璧なビールではないと思います。どっかで僕は失敗してると思うんで、これもね、いい経験だと思います。今回はすごいいい勉強になりました。失敗もそれで OK だと思います。失敗して学ぶものも大きいと思うんで、もっと
ともっと美味しいビールをね作れるようにね勉強していかないと、勉強して研究して、しかも自分も高めていって、しかも自分の舌も高めていってっていう風にしてやっていかないとなという風に、はい、思いましたね。今回この今の時点でもこの香りの表現が僕ができてないというところをまあちょっと反省しましてですね、まあ少しちょっとこうビールに詳しい方に飲んでもらって、まあ、どういう香りがするかとか味がするかっていうのを、まあそれは人それぞれなんですけど、まあちょっと意見を聞こうかなというふうには思っております。ヨシズビール第7弾、自分自身は納得いっていませんが、まあこれも、まあ、もし欲しいという方にはお分けしようかなと思っておりますんで、はい、もし飲んでみたいという方はぜひ連絡ください。はい、まあ居酒屋聚楽に来ていただければ置いておきますんで、はい、ぜひ飲んでみてください。あまり美味しくはなかったんですけど、はい、すいません。ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビール飲む家のヨシでした。失礼します。